はようございます。今日は福岡の猫島、愛の島に行っていきたいと思います。世界でも有数の猫島が福岡市からアクセスもよく行けるので、今回は猫島に行っていきたいと思います。今日もまた博多駅からスタートしていきます。まずは博多駅から鹿児島本線で復興大前駅まで向かいます。復興大前駅は福岡市と猫島のある新宮町との境目に位置しています。駅前からバスに乗ってフェリーが発着する新宮漁港まで向かいます。コミュニティバスは100円です。ありがたい。愛の島は新宮漁港から 7.5 キロの海上に位置していて、フェリーでおよそ17分で到着します。猫島として知られる愛の島ですが、万葉集などにも歌われた歴史ある島でもあります。愛の島は江戸時代の鎖国下において日本と朝鮮半島を結ぶ重要な役割を果たしていました。日本と朝鮮を行き来する朝鮮通信士たちが立ち寄った場所として、その時代の遺構が残されています。愛の島は三日月状の形をしていて、歩いて回ると一周はおよそ 5.5 キロほどです。現在島民220人に対し猫たちは270匹程度で、その多くが港周辺のエリアにいます。
盛り上げてあったじゃん。お腹空いてたんです。ほら、巡回して猫が切れるよ。もう切れないぐらい切れる。愛の島小学校は明治7年設立の歴史ある小学校です。現在は全校生徒20人ほどだそうですが、漁村留学という形で島に登校している生徒もいるようです。そういえば朝のフェリーで小学生たちと一緒だったのを思い出しました。愛の島の港が見渡せますね。お、ここにもいるんだ。どうした？かわいいね。愛の島の港が見渡せるところに来てます。すごく景色も良くて、猫も可愛くて、人も優しくて、すごい最高の島です。いろんなところにいるね。こんにちは。
愛の島積み石古墳ですね。ここは愛の島積み石塚群といって、古墳時代に作られた積み石による古墳が254基もあります。これは西日本最大級で、国指定の史跡にもなっています。海の向こう側にはメガネ岩が確認できます。波の浸食によってできた玄武岩の洞窟で、県が指定する名勝にもなっています。めちゃくちゃ楽しかったです。超満喫できました。ただいま東郷駅に来ました。愛の島のバスを降りた復興大前駅から10分程度で、行けて、10分程度の駅なんですけど、ここから世界遺産の宗像大社がすぐ近いので、愛の島からのアクセスもいいので合わせて行こうということで行きます。世界遺産宗像大社は、日本神話に登場する日本最古の神社の一つです。宗像大社では、宗像三女神という三姉妹の女神をそれぞれ三つの神社で祀っていて、本土にある越宮と大島の中津宮、沖ノ島の沖津宮を総称して宗像大社と言います。
中津宮は港からフェリーで行くことができますが、興津宮は島全体が御神体であり、一般の立ち入りは禁止されています。今回訪れた興津宮では分霊によって三宮すべてにお参りすることができるので、訪れた際には奥にある定二宮、定三宮のお参りもしておくことをお勧めします。こちらの定二宮、定三宮には伊勢神宮の古い社殿が使われています。高宮祭場は三女神が降臨した場所とされていて、全国的にも珍しい社殿がない古代祭場です。森の中にある神聖な空気感は随一で、パワースポットとしても話題となっています。神宝館は沖ノ島の出土品を中心に、展示品のほとんどが国宝という国内でも珍しい展示場です。